今日はですね、100年古家、100年古家ウフヤーに来ておりまーす。ウフヤーウフヤーとは大きな家って書きます。ここのウフヤーさんはね、うん、美味しいご飯と、うん、古民家、うん、と、なんかいろいろ忍者の体験とかもできるらしい。そうなんです。まあ楽しそうなんでね、早速行っていきたいと思います。行きたいと思います。はい、それでは行ってきまーす。恋みくじだって。あら、どうなるんでしょうか。新たな恋の始まりかもしれない。えい、あ、はい、出てきた。どうですか。末吉です。どうさようなら、過ぎ去った恋、明日の日に幸ある愛を求めていこう。過ぎ去ったんか。過ぎ去っちゃった。いるんだけど、目の前に。結んでいくのね。末吉だからね。何吉まで結ぶの。知らん。やっとたどり着きました。こちらがね、食事をいただけるウフヤーさんです。おー、お腹ベコベコだね。ベコベコだね。うん。そしてここがすごい綺麗。めっちゃ美味しそうじゃん。すごい美味しそう。いただきまーす。ああ。ああ、お蕎麦が本当に美味しいって聞いてるから、すごい楽しみに。そのために来たからな。そうだね。めっちゃうまい。美味しい。麺が全然違うね、やっぱ。本当に？麺は自家製なんだよね。なんか最近麺美味しい蕎麦よく食べるけどさ、うん、その中でも。そう？うまい。このアグー豚のお肉をいただきますね。どうぞどうぞ。うん、美味しい。うまい、めっちゃうまい。めっちゃ美味しい。アグー豚や。でもね、席の前にもすごい御膳が来てるんですよ。すごーい。うぬき、はい、大変だ。はい、ジューシーもうめえぞ。ジューシーも食べたい。めっちゃうまい。ねえ、めっちゃ美味しい。あ、美味しそう。あ、食べたな。めっちゃ豪華だね。ねえ、すごいでしょ、うん、これはでもね、女性の方に人気があるんだって。へえ。これは何？あー、ゆし豆腐だー。いただきます。あー、すごいお出汁が効いてるね。もう体の芯から温かい人間になりそうな気がする。食べただけで。食べただけで。はーい。海ぶどうも大好きなので嬉しいな。うん、うまい、うまい、うまい、間違いない、うまい。天ぷらがさ、うん、やっぱ沖縄だからソースなんだよね。なるほどね。お塩もあるけどソースもある。じゃあ初めての天ぷらソース食べてみようかな。じゃあこの上のやつ、なんだろう、なんだろう、何か緑だぞ。何か葉っぱがまかさってるような気がするけど、じゃあソースいただきます。ソースね。ソースよ。イカのハバ、まあ、間違いなくイカにソースは合います。天ぷらにソースあり、ありありのありありのありよりのありのあり。そうはめっちゃうまいな。ほんと
き。麺がね、めっちゃうまいよ。麺、めっちゃおいしい。で、俺今気づいたんだけどね、汁もやばい。めっちゃ汁が多い。すごいじゃん。何だしなんだろう。パンチのあるだしじゃない。そうだね、味しっかりついてるよね。あるかな。あるかな。蒸し豆腐は全然違うよ、また。あ、ほんとに。レシピだね。今日あいにくの雨なんですけど、だけど1ミリも気にならないぐらい、この雨に濡れた植物っていうのがすごい綺麗だね。逆に綺麗だよね。本当に美しい。沖縄は意外と雨多いからね。多い。でもああやって雨に濡れる沖縄って本当にそれも美しい。うん、沖縄に来て食べたいものほぼあります。ね、ほぼあります。バス停かな。うん、めっちゃ美味しい。美味しい。意外とラスティダメな時あるのね。あ、そう、あのお肉のね、いっぱい脂身が固まってるのは苦手な時もあるんですけど、すっごい美味しい。本当に。うん、こちらの小鉢の中に入ってる黒い半玉って言ってたね。そう、次は半玉大好きだから嬉しいな。で、その横、パパイヤキムチ。美味しそう。お紅茶のね。あ、俺のにもついてんじゃん。気づきでなかった。見えてなかった。あ、うまい。美味しい。これからパパイヤキムチだな。なんかね、食感がね、変わってる。パパイヤって結構火通すからしんなりするじゃんね。確かに。割と食感がある。うん、酢味噌和えかな。パンダマー感ある。パンダマー、でもね、苦味は全然ない。あ、そうなんだ。でも、この葉っぱがすごいね、シャキシャキってする。私がハンダマーを苦手だと知ってのローゼッカ。そうじゃん。でも絶対食べれると思う。本当に？うん。いつもの苦味はなくて。だが苦手だ。ゴーヤ天ぷらが美味しい。美味しいよ。なんかこのウフヤンのある場所はゴーヤー結構ね、ゆかりがある土地らしい。ゴーヤーの里なんだって。すごく美味しい。うまい。うん。人参しりしりだ。うん、あ、美味しい。うん、人参しりしり意外と知らない人多いんだ。現在の人だと。本当に？すごい。状態で出てきたね。なんだろうってなるよね。これマースになって魚の。うわー、これもさ、沖縄では定番の料理ね。ない。な、美味しい。美味しい。シンプルで美味しいよね、マースには。うん。魚に塩味は間違いないよね。うん、魚の味が。皆さん、もずく天ぷらがめっちゃ美味しいですよ。美味しいよ、これ。なんかもう、もちもちって感じ。もずくがみっちり入ってる。ではね、お、忍者体験を聞きたいと思います。うわ、忍者か。崎山先生です。崎山先生、よろしくお願いします。何持ってるんですか。こちらで販売しているゴーヤー原液、沖縄さんと、お、これからの健康生活、ゴーヤー粉末と、続いて今から挑戦していただいて、はい、作れたら健康になってもらおうということです。あ、なるほど。これをブレンドしたやつを飲んでもらいます。忍者になるため、により健康さを、ね、うん、増すために、そうだね、ゴーヤージュースをいただけるということで、ありがたいことですよ。私はあまりゴーヤは十分足りてる方なんで。当てます。いや、じゃあよろしくお願いします。はい。自信はどうですか。自信ですか。はい、自信しかありません。おー、私に勝てると。でも勝負で私が負けるわけないでしょ。本当かな。ゆずきゴーヤ好きだから飲みたいでしょ。ご用意していただいたんですけれども、見てください。なんか細緑。なんだか僕が見えないぐらいゴーヤのエキスが濃そうですよ。でもね、これ飲むと健康になるということなんで、そうだね、うん、忍者パワーアップするんで、アップさせたい。みずきさん、飲んでいただきたいと思います。それではどうぞ。まだ先生、ゆっくりまでゲームしないよ。はい、まず練習で3発ほうで、最後に5発を下げるので、これ本番で、こちらで負けた方はこうやって。おー、やっぱり、力がやっぱ伝わらないので、しっかり力強く投げていただきたいんですけど、あんまり意識しちゃうと、皆さんこう下にポン。おー、ダンスみたいな感じで。おー、かっこいい。刺さり方がかっこいい。それ、硬いの。硬い。見て、この音がいいと思わない。あー、忍者っぽい。そうでしょ。本物や。本物みたい。刺さってない。これはみずき負け決まったな。あら、練習は3発じゃないのか。おー、なんかこれさ、
もっと興奮するね、ちょっと。興奮するでしょ？するわ。なんかリアルな重みが。ねえ、忍者になった気になる。なるほど。なるほどでしょ？でも強いね、やっぱり男の子だから。回転しちゃうからね、ほんとに。おー上手だね、こうちゃん。勝ちは見えました。本番第1投、やってみたいと思います。いくよ。ゴリラが見えてきてしまいました行きます。頑張って。5個は当てる。あとがない。負けが確定しました。では忍者パワー充電させていただきます。そうだ、忍者パワーが足りなかったんだから。いただきます。はーい。どう、あ、どうしましたか。大丈夫ですか。忍者パワーが忍者パワーが濃い忍者エキス苦っ通常のね、ゴーヤ牛さんもその見やすいらしいんですけど、うん、ゴーヤのパウダーも追加していただいたので忍者パワーをアップさせるために苦いです。美味しい美味しい。苦っ。お疲れ。俺は思ったよりもパウダー入れたな。皆さんもぜひ遊んでみてくださーい。ねえ、面白かったね。面白かった。口の中がね、うん、忍者パワーいっぱいなんで。おー。ちょっとこちらで、はい、スイーツをね、いただこうと思います、うん。パイナップルシャーベットフロートください。美味しそうだね。いただきまーす。はーい。口の中の忍者パワーをなんとかしないと。あ、うま。美味しい？うん。何それ？パイナップルの。あ、パイナップルのアイスなの？シャーベット。美味しそう。なんか下はお酢とか入ってるんだってね、うん、パイナップルの。まずはそのまま飲んでって言ってたよ。いただきます。うん。どう？美味しい。美味しい？うん。おー。全然お酢だけど、うん。飲みやすいお酢やし。あ、本当に？うまい。これお酢の商品って結構苦手なんだけど、実は。そうだよね。お酢のものとか苦手だもんね。うん、そうそう、うん。これはね、全然飲みやすいわ。あ、よかったね。口の中のゴーヤーもすっかりどこかに来ました。じゃあ水木はね、ブルーベリー味をいただきたいと思います。はーい。このかぼちゃが可愛いと思わない？ハロウィン仕様だね、あちこち。美味しい。美味しい？うん。確かにこうちゃんが言ってることがわかる。なんか、さっぱりしてる。多分お酢苦手な人が気になるであろう、ちょっと発酵感とかは薄いかもしれない。なんかさ、うん。伝統って感じ。そうだね。ねえ。そうだ。テフテフ。テフテフ。テフテフの横方向に行きましょう。うん。こっちは別邸がいっぱいあるらしいよ。別邸。あ、テフテフ。うわー。なんか、村みたい。村みたいだね。すごーい。あ、村だ。なんかもうテーマパークだね。ねえ。あそこにウェアベッテって書いてあるから、まずあそこから行ってみようかな。行ってみましょう。うん。どう？おばあちゃんだろ。腰の曲がりすぎ。この役ノートは出てない。すごいよ、もう前に切り替えるのだもん。あやめろ。お尻。
では、はい、パインスをいただきます。いただきます。これはパインスのシークワーサーブレンドです。いいね、沖縄っぽくて飲みやすい。飲みやすい、美味しい、美味しい、確かに飲みやすいね。飲みやすい、飲みやすい、口に残る甘さがなくてすっきりしてる。すっきりしてるね、古民家エリア、ぬちぐすいって言って、体にいいものを集めてあるんだって、そうなんだね。ぬちぐすいって結構 CM とかで聞いたことあるなって思ってたんだけど、沖縄にはくがり言葉っていう言葉があって、その中の一つがぬちぐすっていうね、生きてる中でとか経験とかも含めるって言ったので、だからこの古民家がってことだね、素敵な時間を過ごして長生きしようと、人生のテーマにしよう、水木。ぬちぐすい。素敵な言葉だなと思って。これに掘ったらいいじゃないかって言うて、ぬちぐすい。ぬちぐすい、いいかな。かっこいいかな。でもさ、こうやって沖縄に移住させてもらってることとかも、自分の人生が豊かになる、あの素敵なことの一つだなと思って。そうだね。それもぬちぐすいです。ですね。なんかさ、ただお酢を飲むだけじゃなくて、こういう素敵な環境で素敵な経験をしながら飲むっていうことは、本当になんか体も心も綺麗になる感じがする。パイナップル以外何も入ってないんだって。すごいね。すごいよね。おいしい。すっごいおいしい。酸っぱさが全然ないというか、この夏に採れたやつで糖度の高いものだけを使って入れてたの。あ、だからかな。うまっ。美味しいよね。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しいよね。びっくりしちゃった。はい、そんなわけで。はい、行ってきました。大満足だったね。大満足だし、本当に素敵な施設でした。お食事どころの枠は完全に超えております。もはやテーマパークだね。最初に通った赤い回廊を抜けた瞬間にもタイムスリップしたみたいな。そうだね。ね、そんな気持ちになった。忍者もできるし。できるし。でも楽しいことは間違いない。楽しかった。いや、めちゃめちゃ本当に大満足できるところだからね。ぜひともお食事だけじゃなくて、ちょっと時間を取ってね、来てもらえたら楽しいんじゃないかなと思います。でも癒されると思います。僕らね、こんな風に沖縄を元気にプロジェクトって言って、コロナ禍で大変な観光業をね、盛り上げようということで、ボランティア活動しておりますので、よければ他の動画もご覧ください。ぜひ見てください。あとね、はい、11月の20日、20日にね、僕ら初の、おそらく YouTuber あんまりやってないんじゃないか。かもしれないね。プロのツアーガイドさんと組んで、オンラインツアーをやりたいと思います。イエーイ、パチ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 。オンラインツアー in 座間味島です。座間味島もとっても素敵な島だからね。いよいよ本格的にね、いろいろ決まってきてるんで、11月の20日、午前中、開けといてもらえると助かります。開けといてください。よろしくお願いします。一応予備日が21日だから、21日も開けといてもらえると。待って、2日開けていただいて。ズームミーティングみたいなので、視聴者の方に参加してもらって、ツアーやるんで、雨だったらね、次の日に予備日作ってるんで。そうなんです。そこも開けといてもらえると。はい。助かります。ぜひぜひ一緒にリアルタイムで同じ時間を共有しましょう。はーい。はーい。それではまたね、みんな動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。